ナーラーヤン・ラーオは、インドのデカン地方、マラーター王国の世襲における、第五代最小、マラーター同盟の名手でもある。1770年以降、ナーラーヤン・ラーオは、病状の悪化していた兄最小、マーダブ・ラーオの補佐に当たっていた。彼は、息子のいないの事実上の後継者だった。マーダブ・ラーオ自身は、野心家のオジラグナート・ラーオのもでは、 ナーラーヤンラオはうまくやっていけないと悟っていたようで、ある。1772年11月28日、偉大な最小であったニーマーダブラオが、結核で死亡し、ナーラーヤンラオが新たな最小として即位した。ラグナートラオがその接唱となった。だが、ナーラーヤンラオと、ラグナートラオはすぐにすれ違うようになっていった。ナーラーヤンラオ自身も、未熟だったが、それでも、 野心を持つラグナーとラーオに対して怒りの感情を持つようになっていった。そして、1773年8月30日、ガネーシャの祭りの最終日、ナーラーヤン・ラーオは、プネーのシャニワール・アーダーの実質で暗殺された。遺体はその日の深夜に密かに川で火葬されたという。ラグナーとラーオの犯行であることは明らかだったが、証拠がなかったため、10月10日に、 彼が、ナーラーヤン・ラーオの後を継いで王国の最小となった。だが、大臣の一人、ナーナー・ファドナビースは、事件の徹底究明に努め、ラグナーとラーオとその日、アーナンディ・バーイー及び実行犯と思われた、シュメール・シングが RD の調査を行った。そうした中、1774年4月18日に、ナーラーヤン・ラーオの未亡人ガンガー・バーイーが息子。 マーダブラーオナーラーヤンを生んだため、ラグナートラーオは、敗位され、この幼児が最小位につけられた。しかし、ラグナートラーオはこれを認めず、イギリスに援助を求めたために、マラーター同盟は長く続く争い、第一次マラーター戦争に突入したのであった。ありがとうございます。